じゃあここから、はい、オイストを代表しまして、皆様をお迎えできること、スピーカー、それから参加者の皆様、特に遠くからわざわざいらしてくださったキーノートスピーカーの皆様、沖縄までお越しくださったことに、お礼を申し上げます。それからもちろん、このイベントに尽力したオイストの皆さんにもお礼を申し上げます。これは毎年恒例のシンポジウムですけれども、プロフェッショナルディベロップメント&インクルーシブエクセレンス、いわゆる CHAB が主催をしております。で、今回はインクルーシブコミュニケーションというテーマで、さまざまな大胆なアイディアを持ち寄ってインクルーシブなコミュニティを作ろうというものです。ですので、インクルージョンというものをまず中心に置いて、さまざまな障壁を壊し、よりお互いに対する理解を深めようというものです。インクルーシブコミュニケーションというのは、私たちすべてがバイアスによってある特定のグループの人たちの声が除外されていないか、それを責任を持って考えるというものです。より伝わるインクルーシブなコミュニケーションというのは倫理的なものであり、伝わるコミュニケーションをするということの対極にあるのは不誠実さ、そして不実さというものです。これを乗り越えて、さまざまな障壁を乗り越えてインクルーシブなコミュニケーションをしようというものです。つまり私たちはインクルーシブなコミュニケーションに向けて真摯に向き合わなくてはいけないのです。ノーベル賞を受賞したデスモンド・トゥトゥ司教は、ウブトゥというアフリカの考え方を紹介していらっしゃいます。ウブトゥというのは互いに助け合うというもの、そして周りの人がいるからこそ自分がいるのだという考え方です。トゥトゥ司教によれば、やはり周りの人とコミュニケーションを取ることによって人間はあり得るということです。ですから、インクルーシブコミュニケーションというのは、さまざまなバイアスを除外して意味のあるコミュニケーションを取る、それによって人々のウェルビーイングを実現するというものです。今日のキーノートスピーカーの皆様もこの目標に向かってさまざまなお話をしてくださいます。データや例を用いて、情報にバイアスがかかったりアクセスが限られていたりした場合、どれだけインクルーシブなコミュニケーションが妨げられるかということを話してくださいます。そして私たちが協調性のある文化を、つまり Ubuntu を実現するために何ができるかという役割について話してくださいます。それではここで千葉千秋さん、松田美里さんの琉球舞踊でオープニングを飾っていただきたいと思います。よろしくお願いします。ミヘレビルキャシーさん、 Thank you, Kathy. クスヨチュウガナビラ。 Good morning, everyone. 昼夜クヌシンポジウムヌタミナ会オイストン会メンソーチクミソーチ一平ニフェレビル。 Thank you for coming to Okinawa for the symposium andTo oysters, thank you for walking all the way to Love 4. 昼夜ワッターがヒージーから停止しにソウル内なぐちちかてイヒガエーサチウンヌキヤビラ。Today we would like to welcome you using Uchinaguchi, the indigenous language of Okinawa. That's what Misato has been speaking. トアンシェワッターヤナマタンチャンカイウィビン。We are now standing on the land of Tancha.スライドアイビンや、うまいアイビンや、ヤイビークと中夜タンチャのうるい海かきイビン。So we would like to welcome you through a traditional Okinawan dance rooted in Tancha called Tancha Me. It literally means in front of Tancha. That's the beach. アンサーにタンチャの四万町
チュイナチュイナシグトゥヌアタティネンサビン。イユトゥイガンジャイ。アンサーニイユウイガンジャイ。サビタンリ。Kathy mentioned how we build a community together. And they say in Tantra, everybody had a role to play. And the dance shows the life of Tantra community. And you see one person going fishing with a paddle, eku, with the paddle.And another person selling the fish in the basket, baki. Namakara, Shimabuku Ryu, Chihiro Kainu, Katagata ga, Udui, Uduti, Kumisen. Ansani, Oisto, Watta, Oisto, Chinen, Amin, Uibindo. We're honored to have dancers from Shimabuku Ryu, Chihiro Kai.We have Lina Shinshi, Lena Shinshi, and Ami Shinshi. Ami, with the paddle egg, she actually works at OIST. Ase, Ami, Lena, Tanchame, Unige, Sabira. Ami, Lena, please dance the Tanchame for us. Ase, Unige, Sabira.Yeah, mom.
はい、カンチャメイヤイビータン、レナ、アミ、イペニヘイデビル。Thank you, Rena, Ami. That was a tanchame, the dance rooted in this area. トワンシェ、チューアチャフチカヌエーダ、ウヌシンポジウムがアジクータシンポジウムナイルグトゥ、ワッタエニガトイビ。We hope this symposium will be an Ajikuta symposium for you. Ajikuta in Okinawan language means rich in flavor. So enjoy this Ajikuta symposium. Thank you.素晴らしい踊り手による琉球舞踊、素晴らしかったですね。私どもの心尽くしのおもてなしで皆様を沖縄島、そしてオイスト、そして本シンポジウムへ歓迎申し上げます。またオイストの皆さんもこんなに素敵な場所に、こんなビーチの場所に、そしてこういう素晴らしい文化があるところに住んでいられるのだと、私たちのミッションである沖縄貢献ということを今一度思い起こしてみましょう。さあ皆さん、おはようございます。私は、沖縄科学技術大学院大学学長のカリン・マルキデスと申します。本日は本イベントへご参加ありがとうございます。皆様、遠路はるばるお越しいただきました方も、それからオイストにいるそのオイストメンバーの方も同じように皆様全員を歓迎申し上げます。また本日は素晴らしい基調講演者の皆様にお越しいただいております。ご講演いただく皆様をお招きでき本当に光栄です。マシュードルボ米国総領事、九州大学のナタリエ・コノミ博士、ユニバーシティカレッジロンドンのカナ・グレース博士、それから MIT のキャサリン・ディーン・イグナチオ教授、そしてハワード・ヒューズ医学研究所のビッグ・シバナさん博士、並びにローラ・ボネッタ博士、本当にありがとうございます。さて2021年の12月にオイストは新しいセンターであるプロフェッショナルデベロップメントインクルーシブエクセレンス C-HUB を立ち上げました。それからわずか2年半でキャシー高山博士率いるチームは実に素晴らしい多くのことを成し遂げてきました。C-HUBの活動を通してです。オイストでの文化醸成に尽くしてくださいました。年に一度の本シンポジウムは C-HUBの重要な活動のほんの一例になります。すでにオイストメンバーにとってはおなじみの一大イベントになっています。 C-HUBのピアメンタリングサークルに参加をした方も多いかと思います。これは C-HUB が作りました。で、これに参加された方はお分かりかと思いますが、本日のテーマも、個人やそれから社会にあるバイアスを解体をし、そしてより深い共感や理解、そして説明責任を持ってコミュニケーションの障壁を乗り越えていこうというものです。このシンポジウム後にそれが達成されることを願っています。毎年このシンポジウムでは一つの重要なテーマについて掘り下げて理解をしていきます。そしてインクルージョンを通して高みを目指すために必要な力をつけようとしております。これまでのシンポジウムで国内外から素晴らしいご講演者をお招きし、参加者の皆さんと共にリーダーシップやメンターシップについて学んできました。今年のテーマもワクワクするもの、そして重要なもの、インクルーシブコミュニケーションです。このトピックを最初に聞いた時、
まず浮かんだのは、人によって受け取り方が様々だろうということでした。ですので、本日は専門家の皆さん方からそれぞれの視点でお話を伺えることをとても楽しみにしております。一つ分かっているのは、インクルーシブなコミュニケーションを取るためにはコミュニティの構成員が積極的にかつ他者をおもんぱかって参加することが大切です。インクルーシブコミュニケーションは信頼構築の基本でもあります。ですので活発に皆さん議論に参加をして意見を交わし質問をして新しい視点を得てそして皆さんの意見や感想を寄せてください。そうしていただけると私たちの方でも皆さん方にメッセージが伝わったのか一人一人の関心事項がきちんと考慮されているか確かめることができます。リーダーは一人一人が妨げることなくちゃんと参加できるようにする責任があります。各個人にも責任があります。チームの信頼構築にあたりインクルーシブな方法で相手に耳を傾け相手を観察し関わっていくという責任です。オイスト内の職場で自分はちゃんと受け入れてもらっていないと感じている方がおられることは把握しています。オイストはまだ若い組織であり今まさに成長中です。多様な背景を持つ人たちを引きつけています。だからこそ本当の意味でインクルーシブな文化を醸成することがオイストにとって不可欠です。インクルーシブな文化を作る上でコミュニケーションと見える化は中心的な役割があります。そういう文化の中では全員が大切にされ全面参加ができます。これがあってこそ好奇心が導く研究が可能であり社会を変えるイノベーションが起こり新たな価値を創造するコラボレーションが実現します。そして社会に貢献する機会が誰にも等しく与えられます。オイストはまさに今未来に向けた戦略づくりに真っ向から取り組んでいます。それにより現在前に向いた未来に向けた戦略づくりこれが起こっています。私たちのミッションの目標である今世紀においてつまり検証済みの知識が普及する今世紀においてオイストがミッションを果たし誇りを持って大学のあるべき姿を示していけるようになっていきます。このようなプロセス、そしてコミットメントは、私たちが自分が誰なのかということを分かっている。そして私たちが内部に抱えているまだ解決していない問題をワーキンググループによって解決していこうというそこから始まります。オイストでもっとインクルーシブなもっと成熟した大学になるための取り組みです。皆さんの多くが戦略プロセスの準備にすでに関わってくれています。私はオイスト全部門で聞き取りを行いましたがその際皆さんがフィードバックをくださいました。戦略的ワーキンググループに参加をしてフィードバックをくださいました。何か新しい取り組みをするときにこういうことはベースラインを確立するということでありそれが重要であります。本学のミッション分野における活動を調整していくためにも必要に重要なものです。戦略を生きたものにするためにこれからオイスト一人一人の声を組織としてのプロセスとコミュニケーションチャンネルに組み込んでいくそのプロセスが4月新しい年度から間もなく始まります。そして皆さんにとってもこの戦略プロセスについてもっといろいろな情報が得られるそして意見を伝える機会それが3月18日の対話集会となります。これこそインクルーシブな対話ができるようオイストを動かすことになります。オイストコミュニティは非常に素晴らしいです。一人一人が持ち寄った才能には目を見張るばかりです。
本当に多様な背景を持った人たちの集まりであり、実体験を伴った人たちの集まり、それがオイストです。ですので皆さん、従来型のサイエンスの教会を超えるだけではなく、今度は私たちの物の見方の教会も超えていきましょう。このシンポジウムでどうすればインクルーシブコミュニケーションを実践できるのか学んでいきましょう。いつもの考えや既存の知識を疑うことから始めましょう。そして新しい視点に立ってみましょう。一緒に私たちは何度でも学び直しましょう。ツールは常に新しく更新し、最適事例から学びましょう。そして未来を共に作っていきましょう。インクルーシブコミュニケーション、それは戦略的な強みです。これがあれば才能は集まってき、そしてそこではみんなが大切にされます。そしてもちろんオイストがミッションを果たせるようになります。ミッションゴールというのは、このタンチャービーチの目の前に私たちが位置している、そのことに深く関わっています。ありがとうございます。皆さん、充実した2日間を過ごせますよう祈っております。このインクルーシブコミュニケーションということをテーマにしたこのシンポジウムで多くの学びがあることを期待しております。それでは最初の基調講演者をご紹介いたしましょう。ナタリー・コノミ博士です。九州大学国際ダイバーシティ担当の副理事でいらっしゃいます。ナタリーさんは研究職について20年以上のキャリアがあり、専門は組織運営や戦略的同盟、異文化間コミュニケーションなどです。エコノミ博士は日本の大学やコミュニティ間の異文化理解や国際化の促進にこれまで積極的に取り組んでこられました。とても重要なトピックですね。またグローバルな取り組みも評価をされまして、北海道社会貢献賞を受賞なさっています。北見市とモンゴルのウランバートルをつないだという功績が評価をされていらっしゃいます。また海外留学生や日本人学生の多様な集団向けに教育の環境やその集団に合わせた学級づくりをするための指導で幅広い経験をお持ちです。ではナタリー・コノミ先生、よろしくお願いいたします。マルキデス学長、それから高山先生、本当にありがとうございます。ご紹介いただいて、それからこのような機会をいただいて本当に感謝いたします。まず文化的な言語の話から始めたいと思います。今日の話なんですけれども、インクルーシブコミュニケーションのために向けた橋渡しということですが、まず私の講演は基本的なものになります。おそらくなんか授業を受けているような気持ちになるんじゃないでしょうか。で、2つパソコンを使っております。で、通訳者をできるだけ混乱させないようにしたいと思いますので、時間通りに行きたいと思います。まず自己紹介をさせていただきたいと思います。ご紹介すでにいただいてますけれども、今日のトピックを交えて自己紹介をしていきたいと思います。私、いつもこのコミュニケーションを与えるインパクトについて本当にいつも感銘を受けるんですけれども、個人もそうですし、組織レベルでもそうだと思います。大小どちらのレベルにおいても、インクルーシブなコミュニケーションによってやはり障壁がどんどん壊されていくということを体験しています。そしてダイバーシティについて、さまざまな多様なグループについて理解を深めてきました。日本でもさまざまなグループがあります。日本人だけのグループ、それから多様なグループ、それからもちろん国際的なグループというのもあります。男女交えたり、さまざまな人が関わるグループというものがありますけれども、どういうグループにしてもやはり
違うもの、未知のもの、未知の環境、未知の人と話をするときにはやはり不安というものを抱えます。ですからお互いを理解するというのが何より大事だと思います。もちろん非常にシンプルに聞こえますけれども、ここが難しいところです。ですのでその部分について話をして、ぜひ皆さんの認識を高めていただいて、何か学ぶことがあればいいなというふうに思っております。まず私自身の紹介なんですけれども、先ほどのご紹介にもお礼を申し上げますが、私ナフタリ・コノミと申します。グローバル戦略オフィスの教授、そしてマネージャーをしており、九州大学の国際担当とダイバーシティ担当の副理事もしております。私は26年間、日本で過ごしてまいりました。私の、経歴なんですけれども、あんまり面白くはないですね。ドイツのアウスブルク大学、それから、日本の名古屋大学を卒業いたしました。そちらの学位を持っております。そして組織理論、それから戦略的コラボレーションの研究をしておりますけれども、今は主に異文化コミュニケーションが研究の中心になっております。で、さまざまな環境で私自身も育ってまいりました。主に日本で過ごしてきたんですけれども、で日本の大学、学校、それから企業、地域、大学のスタッフなどに対しのためのトレーニングセッションを行っております。そして最近は国際ネットワークに参加するさまざまな大学のスタッフや教員にもさまざま研修を実施しております。例えばこのようなシンポジウムの前に研修を行ったりということもいたします。で、そういう研修をする理由としては、やはり日本に焦点を当てつつも、さまざまな認識を高めてもらう、アウェアネス、認識という言葉をよく使いますけれども、そこがとても重要だからです。で、私は今いろんなジェスチャーで話をしていますけれども、私に対して何らかの印象をお持ちだと思いますけれども、どういう印象をお持ちでしょうか。私の、最初の印象というのはどういうものでしょう。ちょっとスライド、これが私の小さい頃の写真ですね。可愛かったですね。私は実はスコットランドで生まれております。スコットランドどこかわからない方のために写真をお見せしますけれども、最初にもお話したんですけれども、実は国籍としてはドイツ人で、6歳の時にドイツに行ったんですけれども、それから両親とともにカナダでも過ごしましたし、アメリカでも過ごしました。それから日本にはもう26年に住んでるんですけれども、これだけさまざまな場所で暮らしてきました。名古屋をはじめに、それから夏が暑いなということで、北海道の北見にも住みました。そして2019年には九州に移りました。で、その間に東京に住んだこともございます。ということで、日本に最初中学生の時に1年半住みました。で、その後もずっと日本に戻りたいと思いました。とてもいい経験をしたので、それで名古屋大学で学ぶために日本に来ました。で、それから日本をまた去ったりしたんですけれども、結局は日本に戻ってきて26年住んでるわけです。で、その日本でもさまざまな留学生とも交流をしました。そしてこれは中国の学生と一緒に学んで、学位を名古屋の大学から取りました。そして日本をはじめ世界各地で住んだ経験から、非常に多様だということが言えます。沖縄も今
琉球舞踊、それから沖縄の言葉を聞きましたけれども、沖縄というのも日本と非常に違います。ですからこういう多様性というものは常に頭に置いておかなくてはいけません。でこういう話をしてきて私の印象って変わったでしょうか。日本語は母国ではありませんけれども話せますし、何か印象変わりましたか。今この話をしている理由なんですけれども、まずその第一印象といろいろな情報を聞いてからの印象というのは変わるということを、まあ考えていただきたかったからです。そしていろいろな文化を経験してきたんですけれども、もちろん子どもの頃はそんなに考えませんでしたけれども、やはりその経験を楽しんできました。で、さまざまな状況文化の中で過ごすうちでノンバーバルのコミュニケーションについてもいろいろと考えてきました。それをノンバーバルのコミュニケーション、非言語コミュニケーションについてちょっと皆さんとも考えていきたいと思います。ちょっとジェスチャー、非言語のジェスチャーをやっていただきましょうか。例えば顔の前で手のひらを合わせる、これは教科書によるとよく女性がやるジェスチャーなんですけれども、どういう意味があると思いますか。この手をこすっている方いらっしゃいますね。皆さんの国ではこれ何か意味がありますか。もしかしたら悪い意味がある国もあるかもしれませんね。でも日本ではこのジェスチャーの意味は、ごめんなさい、ちょっと可愛くしたジェスチャーですけど、それからお願いしますっていうジェスチャーでもあります。これ一つの例です。じゃあ次、これはどうでしょう。顔の前で手をこうやって振る動作、これは笑っている方もいらっしゃいましたが、どういう意味でしょうか。そうですね、臭い、嫌な匂いがするという意味ですね。ただ日本ではこういう意味もあります。違います、違います、こんなそんなことしないよとか、とんでもないっていう意味、まあ確かに臭いっていう意味もあるかもしれませんけど、もう一つの例、指でこの鼻を刺す、日本人はなんかしないよこんなジェスチャーと思う方もいらっしゃるかもしれないですけれども、話をしているときよくやるんですね。日本で住んでいる方はご存知かもしれないですね。そう、そうです、そうです、私っていう意味ですね。他の国ではこういうふうにすると思うんですけれども、もう一つですね、こういう、手のひらを地面に向けたこういう形、これは何だと思いますか。そうですね、犬みたいな感じに思う方もいらっしゃいますね。でも日本ではお化けっていう意味もあるんですよ。ですのでこのジェスチャー、非言語のコミュニケーションを見ただけでも違いますね。で、文化が異なりますと、それがまた意味が変わってくるということで、文化的差異につながります。個人でもジェスチャー、何を使うか差があります。ですので同じような、もしくは同じ文化の中であっても、どのように空間を使うか、ボディーランゲージを使うかというのは、他の人とつながろうとするかという、そのやり方は違います。で、国が違うとまた社会規範が違いますので、その2人が違うジェスチャーを使ってコミュニケーションを取ろうとすると、ちょっと誤解を招くことがあります。で、コミュニケーションという話が出ましたね。で、いろいろな事柄がそこに関わってきます。で、少し質問を続けていきましょう。
手を挙げてみてくださいね。もし、スライドの質問、シャワーで時々歌うことがある、まあ、もしくは入浴中に歌うことがあるという人、手を挙げてみてください。生まれた以外の土地で1ヶ月以上過ごしたことがあると。皆さんそうですね。で、皆さんそうですねと今私言いましたけれども、まあ、お人の方はそういう方が多いと思うんですけれども、もう私今そういうことを推測して言っちゃいましたよね。じゃあこれはどうでしょうか。第二言語をしゃべることができる。はい、そうですね、まあ、みんなそうでしょうか。はい、いいですね。でもこういう質問をしたとき、教室によってはですね、生徒の種類によっては違う答えが出てきます。では異文化において間違いをしたことがある。はい、そうですね、皆さんそういう経験おありですよね。で、皆さんですね、あ、もう間違いを起こしたということをちゃんと分かっていらっしゃるということは素晴らしいですね。これはどうでしょう。人の違う働き方や視点にイライラしたことがある。そうですね、インクルーシブコミュニケーション、まさにこの点ですよね。まあ、こういうのはシンプルで、まあ、小さいウォームアップのような質問でしたけれども、こういうことを聞くことによって、あ、そうだなという気づき、意識というのが出てくるんです。それはまあ楽しくシンプルな質問であるということも重要です。こういうふうなシンプルな活動を私は教室でどういうアクティビティをする前であってもやるようにしています。では皆さんお気づきかもしれませんが、異文化間のコミュニケーションという話をしております。これが私のメインの分野なんですが、インクルーシブコミュニケーションという言葉を使うこともあります。それはコンテクストによります。なぜそれをするのかということですけれども、インクルーシブコミュニケーションというのは言語や戦略、それから選択に関わることです。で、会話にいる人すべてが大切にされ、尊重されて、理解されていると感じられることです。バックグラウンドやアイデンティティに関わらずです。で、それはバリアを取り除くということになります。異文化間コミュニケーションというのは、これは違う文化から来た人たちのコミュニケーションにフォーカスをしています。そしてどのように多様な文化の中で、あるいは文脈の中でコミュニケーションを取っていくかということなんです。これは効果的に、そして尊重された形で異文化間においてコミュニケーションを取るという意味になります。まあ、どちらも究極的には多様性、インクルーシブということを言っているわけです。で、インクルーシブコミュニケーションの方がより包括的、より広い範囲があります。しかし、まあ、異文化間コミュニケーションというのも多様性の一つにはなっています。で、異なる2つの世界の橋渡しということになります。で、共通のステレオタイプに取り組んでいくということになります。ですので、まずは、どういうものの見方をするのか、要するに、気づいて意識をする、そして理解をするということが重要です。インクルーシブもインターカルチャルコミュニケーションも、どちらもまあ似たようなことを言ってはいます。では、ここで質問です。皆さん、この言葉分かりますか。もしそうならば、英語で、あるいは皆さんの母国語、まあ、日本語でどういう言葉が当たるでしょうか。私の発音ちょっとおかしいかもしれませんけれども、ソブレメサという言葉、ヒュッゲ、アプリシティ、マ、シュロカヤ。さあ、分かる言葉ありますか。いくつかは分かりますかね。あ、ごめんなさい、ソンメッサでしたが、ちょっと私の発音がおかしかったでしょうか。はい、じゃあ1番目のこれです。スペイン語です。これはご飯の後、友達や家族と会話を楽しむということですね。まあ、そういう文化というか雰囲気を
一言で表したものがこれになります。皆さんの母国語ではどうですか？同じようなものがありますか？ドイツ語で何かな、日本語で何かな、ちょっとわからないんですが、まあこういう事例が一つありますね。もう一つ、ヒゲというこの言葉聞いたことがありますか？いらっしゃいましたね。はい、そうですね。ヒゲというのはデンマーク語で、名詞形もしくは形容詞で使われるんですが、辞書では、非常に心が落ち着く、心地よいもの、もしくは、心地よさや幸せな気持ちを引き出すものというふうに書かれています。で、まあ、デンマークだけではなくてこういう感覚ありますよね。ヒッグなやり方、例えばビールを友達と一緒にもしくは一人で、飲んでいる時もヒグですし、またヒグな、自転車に乗るとか、あるいは、子どもの頃慣れ親しんだ味というのもヒグかもしれませんね。皆さんの言葉では同じような表現があるでしょうか？でもう一つ、アプリシティ、アプリセティですか、ごめんなさい、ちょっと発音がおかしかったでしょうかね。これは英語のスピーカーの方はご存知ですね。はい、英語なんですよね。これは冬の晴れた日の暖かい太陽の光ということですね。まあ、沖縄ではまあどうでしょうか、使うんでしょうか。まこれは日本語です。で、まあ、この間については、後でちょっと詳しく説明します。何かなと想像してみてください。日本人の方も間を英語でどうやったら説明できるんだろうということを考えてみておいてくださいね。後で詳しくお話ししますよ。これはどうでしょう、シュロカヤ、どなたかいらっしゃいます？はい、これはですね、私が同僚と作っちゃった言葉なんです。13文字をですね、組み合わせただけなんです。で、まあ、オンラインでですね、これを多用したらもしかしたらいつの日か辞書に載る言葉になるかもしれませんけれども、まあ、こういうのを作っちゃったというわけなんです。もう一つ、色をどういうふうに呼ぶか、はい、この写真の色、これどう表現しますか？赤がありますね。多分赤でしょうね。日本語でも信号は赤ですよね。はい、ここはちょっとわからないですね。イギリス人だとアンバーと言いますね。ドイツ人だとオレンジって言いますね。日本だと黄色ですね。まあ、黄色という人が多いですよね。で、緑のライトですけども、日本語では青って言いますよね。英語でブルーの意味になっちゃうんですけれども、日本ではこれは青リンゴと、それから青葉というふうな言い方をしますね。緑とは言いませんね。で、ドイツ語ではこういう今言った言い方をするんですが、ヘアカラー、さあこの色はどうやって表現するんでしょうか。日本語では、もちろん青と緑という2つの言葉があるんですけれども、この青というのは、緑という場合にも青で表現するんですね。ですので、過去にどういうふうな言葉の定義があったか、それが現代にどういうふうに変わってきたのかということも見てみると面白いですね。いろんな国のいろんな表現があります。そういうことも考えてみてほしいです。これも、どういうふうに言葉によって捉え方が変わるかということを示す例です。そしてそれによってどういうふうに人と関わりを持つかということも変わってきます。
それぞれ私たちは自分の認識に従って行動するわけですけれども、こちら渋谷のスクランブル交差点です。人によってはこれをカオスと見る人もいるかもしれませんけれども、非常に秩序が整っていると考える人もいるでしょう。ですからこれは正しいということに対しても言えると思います。何を正しいと感じるかは人によって違うということです。例えば音楽、まあ、音も人にある人にとっては音楽かもしれないですけれども、別の人にとってはただの騒音かもしれません。ですから人の認識というのがコミュニケーションに影響を与えるのです。そこを気づく、認識する必要があります。まあ、これが私たちのその普通ですね、個人的な普通ですけれども、人と共有できる、まあ、普通もあればそうでないこともあります。でこれは非常に多くの要因に影響されて何が普通かが決まってきます。例えばハワイで育った人、それからオランダで育った人、人によって違うかもしれません。それから都会で育った人、田舎で育った人によって違うかもしれません。80年代に子供時代を過ごした人と2000年代に子供時代を過ごした人も違うでしょう。それからジェンダーによっての違いもあります。ですからやはり私たちが気づくべきことは、それぞれ何が普通かというのはとても個人的なものだということです。それでは他の人の世界に入り込むとどうなるんでしょう。その私たち自分がこれが正しいと、これがルールだと思うことに従って行動するわけです。自分の視点から他人の行動を判断する場合もあるでしょう。それから他人も同じように自分の視点から自分の行動を読み取っていると考える場合もあります。最終的にルールに従って期待するものとは一致しない行為を解釈する方法を探し求めます。ですから例えば教室であれ、ビジネスミーティングであれ、単に見知らぬ人との出会いの場であれ、あらゆる社会的な場面でこういうことが起きるわけです。ですからそこを意識しなくてはいけません。ちょっと想像していただきたいんですけれども、国際的な企業をイメージしてください。で会議で、こういう参加者がいるとします。タイ人、アメリカ人、フランス人、そして日本人が会議に参加しています。で会議は英語で行われています。英語を話す、英語が母国語の、つまりアメリカ人がほとんど会議で話をしていると。でタイ人、フランス人、日本人はあんまり発言しない。でこんな会議って結構経験された方多いんじゃないでしょうか。さあここで何が起こってるんでしょう。まあ、西ヨーロッパのこう価値観から参加者に尋ねますと、ちょっとステレオタイプなんですけれども、アメリカの同僚はまあ英語が第一母国語だから、まあ自信を持って話すことができるわけですね。ですから聞かれた時に、はい、自信を持って話をしましたと。でも他の国籍の参加者は、まあ、英語に不安を感じているかもしれないと。ということでアメリカ人がどんどん会議を支配して独占して、どんどん決め事もアメリカ人が主導していく。で他の国の人たちは、まあ、あんまり積極的に参加しなくて、ちょっと
面目を潰すようなこともあるかもしれない。でこういうことは多分みんなあると思います。でこのジェスチャーなんですけれども、いわゆるこういうことっていう時に使うんですけれども、日本では使わないですよね。この会議の場のことをちょっと頭に置いて皆さんに質問をしたいと思います。ちょっとスライドが出るのが遅いですね。皆さん何が見えますか？そうですね、花ですね。じゃあこれは何でしょう？これは生け花。これが西洋的なもの、日本的な生け花。スタイルが違いますね、このお花の飾り方が違いますね。でこれを見て何か気づくことありますか？まずこの西洋的なお花の生け方は空間を全部花で埋めてしまいます。でも日本の生け花はこの空間があるんです。でこの空間が日本語では間と呼ばれるものです。日本語が話せる皆さん、間を説明できますか？間説明してもらえますか？その日本語を話せない人にどう説明されます？間というのは面白い言葉です。辞書を引いてみると時間とか、空間とか感覚というふうにあります。でこれは漢字なんですけれども、門と日という漢字が組み合わされています。でこうですね、ちょっとこれは空間、それから空虚、省略、言い残されたこと、静けさ、間、音楽の例えば音符と音符の間の静けさもありますし、壁と壁の間の空間という意味もあります。いろんな意味があります。ですからこの花の飾り方にもそれが現れます。空間を埋めるやり方と空間を残すやり方ですね。つまり間を作るやり方ですから、日本人とコミュニケーションをするときにこの感覚も必要になります。それからこの間という言葉の使い方に面白いものがあるんですけれども、例えば人間という言葉にも使われますね。それから面白い言葉なんですけど、まぬけという言葉がありますね。間がないという意味、間がない人はまあバカというか考えなしみたいな意味ですね。つまり日本の文化で人をどう見ているかということが現れているんですね。で別の言葉を話す人にとってはそこは見えない部分なのかもしれません。ではさっきの会議の話に戻りましょう。アメリカの人の参加者は自分たちの参加についてどう思うでしょう？いや自信を持っていた、創造的だ、リードしていたというふうに思うでしょう。でも日本の参加者にアメリカの同僚の参加者について聞いたらどういう答えが返ってくるでしょう？自信満々で間がない
というふうに答えるかもしれませんね。で、実際私聞いてみたんですけれども、ただ日本人の目から見ると、まあ、アメリカ人はその雇用の保障がないから常に競争して、自分を見せないと、力を示さないと、解雇されてしまう、クビにされてしまうから、ああいうふうにするんだっていう人もいます。こういう状況なんですけれども、例えばその会議で起きていることなんですけれども、私は日本語も分かるので、実はこういう場面でも両方分かるんですけれども、例えばタイ人、フランス人、日本人の参加者が会議とは別のところで集まって本当の話をして、アメリカ人の同僚をその意思決定の場だから排除するという状況も生まれてしまう可能性もあると思います。つまり会議の後にですね、あのアメリカ人を除いて自分たちの間だけで話をする、会議では発言できなかったから話をするということもがあると、やはりこの障壁が、バリアが生まれるということになります。じゃあこういう障壁をどういうふうに取り除いて偏見バイアスを認めることができるんでしょう。言語や文化的な観念、それからアクセシビリティというようなこと、これが人がつながる能力を妨げる可能性があります。これを繰り返し繰り返し認識し続けていくということが重要です。個人的な偏見をなくそう、少なくとも克服しようということが必要です。で、多様な環境の中にあっても自分を振り返って、そして解放していくということが重要です。私だって偏見を持っています、バイアスがあります。だからそれを繰り返し繰り返し何度も何度もリニューアルしていく必要があります。なので常に振り返りをして、どういう偏見をバイアスを自分は持っているだろうかと考えることが大切です。で、ステレオタイプというのがありますけれども、皆さん、いろんな異文化体験を持ってらっしゃると思います。で、いろいろその体験を重ねれば重ねるほど、いろいろ文化によって違う普通というのがあるんだということに気づくんです。で、これは時間がかかります。そして、メンバーの間でどういうふうな差異があるのかということを常に意識しておくということが必要です。ステレオタイプについてもう一度語りましょう。どういうふうな人かなというような推測をしますけれども、これは間違いであることが多いんです。で、ジェンダーとか民族とか年齢とか、そういうマーカーとなるものがあります。で、それによって、あ、こうじゃないかというふうな推測をするんですね。社会経済的な背景や国籍や、それから性の思考とか、教育の背景とか、そういうようなものを考えるわけです。地理的なものや歴史や、それから言語、こういうものがすべて関わってきます。私たちが、その相手をどういうふうに読み取るか、で、読み取られるかということに関わります。ですので、ステレオタイプで、そこにあると、それが個人の考えとしてミーティングの前に持っていると、で、そこでコラボレーションをしていく際、そういうところから、そのみんなが関わる公的な間において、お互い尊重して大切にしていくということ、それが社会的なエンゲージメントというものの基礎を作っていくんです。さて、コロナ2019年、完全に今もなくなったわけではないんですけれども、ありましたね。で、2022年、イギリス政府はマスクの着用を個人の判断に委ねたということになりました。で、これはイギリスで撮られた写真です。いつの写真だと思いますか？そうですね、2022年の前、パンデミックの頃に撮られたのかもしれません。
じゃあなぜマスクをみんなしてると思いますか？そうですね、まあ、なぜマスクをしているのか、コロナにかからないようにするため、他の人を守るため、ルールだから、それから問題を起こしたくないなといういろんな考えがあると思います。日本では日本政府がマスクの着用を義務付けをなくしたというのは2023年の3月でした。で、この写真、さあいつ撮られたんでしょうか？そうですね、はい、まあ、日本にやってきた人はまあご存知でしょうが、これはいつだってこういう風景ですね。日本の風景はなんでみんなマスクしてるんでしょうか？さあ、いろいろな、まあ、理由が日本でもこの頃あると思うんですけど、マスクをしている方が可愛く見えるとか、マスクを取るとちょっと嫌だとか、まあ、風邪をひいてる、今日はひげ剃ってないし、で、もう顔を見せたくないと、もうコロナの時にずっと隠していったからと、で、まあ、匿名で得られる、それからアレルギーのシーズンですよね、花粉症のシーズンです。で、まあ、こういうふうにいろいろな理由があります。で、日本の多くの場所で、まあ、政府も、まあ、言ってるんですけれども、まあ、マスクの着用をしているかいないかで、まあ、その判断をしないでと、まあ、批判をしないで、差別をしないでと、マスクをしている人に対しても差別をしないでと。オーストラリアで、まあ、私マスクをして帰ってきたんですね。で、また日本から出かけていく時もマスクをしていたので、海外ではじろじろ見られました。でもそのせいか分かりませんが、インフルエンザにかかっちゃいました。まあ、ということで、インクルーシブなやり方ではいろいろな、まあ、このマスクの一例をとってみてもいろいろなやり方があるということなんです。ですので、インクルージョンに向けた実践ということで、私が異文化間コミュニケーションのクラスでやっていることは、まずは参加です。インクルーシブな言葉を使うということ、もちろん、まあ、その教室でどの言語でしゃべるかということも重要です。どういう言葉を使うか。で、そうしますと文化的なニュアンス、そして双方向での交流が生まれてきます。で、みんなが何か貢献をして、そして発展していく機会を持つ、そして全体として良くなっていくということが重要です。で、もうとにかく意識を持つ、意識を持つというふうに言っています。それはまず個人のレベルから始まります。そして、異文化間のコミュニケーションをするときも重要です。10点挙げています。これはまあ教科書的なポイントですけれども、互いの考えを理解する、意識、規範意識を尊重する、自分の文化のにとらわれない他のやり方にも心を開く、判断を保留する能力を養おう、感情をコントロールする能力を養うと。もう5点は、柔軟な心を持つ、相手を思いやる、聞き上手になりましょう、違いを楽しんでそこから学びましょう、それと、自分の失敗を笑い飛ばせるような柔軟性を持ちましょうと。このポイントはですね、まあ、みんな簡単なことなんですけれども、実は実践するのはとても難しいんですね。ですので、こういうことを意識をするということ、そして自分自身を振り返り続けるということ、そして新しい視点を持つということです。とっても基本の基本なんですが、とても重要で、繰り返し述べています。教室で何かアクティビティをするときに、私はとにかく最初にまず自身を振り返ることから始めてもらいます。ディスカッションを始める前に、例えば、じゃ あ皆さんは旅行をしたことがありますよね。その時どんな
感じだった、何が不安だった、何がいいなと思いました、心地よく感じましたかというような質問から始めます。でグループアクティビティがあって、そしてそのグループ内で、そしてその教室内で意識が高まって、信頼が高まっていくということが重要です。その信頼が高まるということが重要。信頼がなければコミュニケーションをすることはできません。ですのでいろんなトレーニングのエクササイズをして、まあ、ここではちょっとやる時間はありませんが、一つだけやりましょう。はい、どうでしょう。1たす3は4、4たす3、7、5たす10、3、4たす9は1、6たす8は2、9たす7は4、7たす10は5、3たす9が12、10たす5が3、2たす1は3。はい、どうですか。ちょっとおかしいと思いました。なんかおかしいですかこれ。はい、教室ではこれはやらないんですけれども、こんなに急いでもやりませんし、もう生徒はもうアファアファしまして慌てますので、十進法と十二進法の計算の方法です。例えば5たす10は15というのをやって、さあ時計を見てみましょう。はい、3時になるよね、おかしくないよね、他のルールに従うとこの計算おかしくないよねという言い方をします。これで分かってきました。はい、ちょっとややこしかったでしょうか。で、会社企業でセッションをするときに、組織レベルでインクルーシブコミュニケーションを従業員の間でどういうふうに図ろうとしていらっしゃいますかということを尋ねます。で、4つの視点が得られます。例えば多様性とコミュニケーションに関する研修をスタッフにやっています、積極的に接する機会を設けています、などなどですね。これは、まあ、みんなやってらっしゃるんですね。すでに特にオイストのシーハブではいろんなこういう取り組みをされていると思います。で、こういうことを皆さんに意識を持ってほしいと、インクルーシブとかインターカルチャルコミュニケーションというような時に意識をしてほしいということです。ということでいろいろ語りましたけれども、まあ、こういうふうなインクルーシブコミュニケーションの取り組みをやってますよということです。ここのオーディエンスの皆さんはですね、もう本当にインターナショナルな皆さんなので、もう基本のことだなというふうに捉えてくれさったかもしれませんけれども、まあ、こういうことがインクルーシブコミュニケーションの基礎ですよということでお話を差し上げました。ですので、まあ皆さんの意識をより高く持っていただくこと、そしてインクルーシブコミュニケーションの役割について認識をしていただくこと、そしてどういうふうな環境であっても、インクルーシブもしくはインターカルチャルなコミュニケーションを意識して、そして一人一人が貢献をする機会があるということを実践していきたい、言ってほしいと。でそれで橋渡しを異文化間や違う環境に渡していくということを伝えたかったです。面白かったら嬉しいんですけれども、皆さんの方で何かお聞きしたいことがあれば受け付けたいと思います。ありがとうございました。質問したいことなんですけれども、最後に、例えば柔軟性を持つとか、そういういろいろなポイントを挙げていらっしゃいましたけれども、これは実践するのは難しいことですよね。ですので実際にやってらっしゃること、その他の人に対してこういうのを読むといいよとか見るといいよと、これを実践するためのアドバイスがあれば教えていただきたいと思います。後ろの方にもあった、まず自分を知るというか認識を持つということ、それをにが難しいことだと思います。ですから それを実践できるようにするために、使えるような教材とかありますか。
実はいい本がいくつかあるんですけれども、それから学生に言うのは YouTube のビデオを見てごらんって言うんですね。例えばコロナの時、オンラインのコラボレーションが非常にブームになりました。でその時にコイル、私のようなトレーニングをどういうふうにオンラインでやるかというような YouTube がたくさんありました。それからアメリカ人と、スニーというグループがこのコイルというものを開発したんですけれども、最初に作ったんですけれども、この日本の大学がこうフォーラムでセッションをしたときに、私たち素晴らしいアイデア、素晴らしい動画があった、でも日本の授業では使えないかもというふうに思ったものがありました。というのはそこで例として挙げられているものがアメリカ独のものだったんですね。ですから日本人の学生に対しては、例えばまあハーフの人もいますけれども、その学校の生活についてのビデオ動画を見せる。で例えばその学校でどういう場面で差別が起きているのかということに関する動画を見せる。そういう動画って YouTube にたくさんありますので、それもいい教材になります。まあ、学生によって何を選ぶかは決まりますけれども、その学生に合った教材を動画を選ぶことができると思います。私が使っているものを後で、共有することもできますので。Thank you. ありがとうございます。非常に面白い、お話でした。実践できるものもあるかと思います。で私の質問なんですけれども、間のお話をされてましたけれども、その文化によって空間という話をしていましたが、その内容についてなんですけれども、例えば自分を振り返るということも入ると思いますが、その間というものをそのより理解するようなことってありますか？その全てを埋めなきゃいけないっていう文化の人にとっては非常に興味のあるものだと思います。そのこれをより理解できるような探求する心というのがあるといいんですけど、それを理解するような例ってありますか？そうですね、その間というものを考えるときに、まあ、より柔軟な考え方というふうに思うかもしれないですけれども、その間というものに含まれるものは自分が普通だと思うことが、まあちょっと違う場合、例えば日本人から見ると、喋りすぎ、この人は喋りすぎだからきっと何かが不安なんだろうと、不安だから喋ってるんじゃないかっていうふうに思う場合があります。でその日本人の中でもやはりこの間に対する考え方っていうのは必ずしも同じではないです。でこの間というのの難しいところは、言葉にされないルールがあるということです。ですからこのある一定の環境の中で育ってきて、こう持ってくる考え方っていうのがあると思います。ですからコミュニケーションに関しては、そのそれほどこう発達していないっていう部分もあるかと
思います。ですからその空間を残すというのは柔軟でもある。でも逆の方向、逆の影響もある。ですからそのバランスを取るのが大事だというふうに思います。とても素晴らしいお話をありがとうございました。会議の 20% のアメリカ人がいてというの話がありましたよね。で、アウェアネスの話も出ました。アドバイスをもらいたいんです。私はネイティブスピーカーです。で、他にもネイティブスピーカーがもう本当に早口で喋ったとしますよね。私はゆっくり喋ろうと思ってるんですけども、はい、じゃあ日本人の方どうですかと振ったとしますよね。そういう時にもっと日本人の方緊張するかもしれないですけど、で、私は助け状況を良くしたいと思うんですけども、どうすればいいでしょう。そうですね、まあ、日本人の方にとってはちょっと顔を潰すような場面にはしたくないわけですよね。まあ、流れに任せるってことも大事だと思うんです。で、会議の後にですね、例えばまた違う場を、飲み会みたいなものをやると、で、会議室を出るということが重要なんですよね。で、外に出ると例えばアルコールが入れば、まあ、例えばその会議後 の夕食会とかですね、そういうのがたくさんあるんですよ。で、お酒が入るとそこでコミュニケーションが良くなってくるんです。で、教室では例えばトーキングスティックというのを皆さんご存知でしょうかね。最初にそのトークスティックというのを持つんですね。で、喋るときはそのトーキングスティックを持つということなんです。で、まあ、普通の会ではあんまりそういうのはしないんですけれども、まあ、そういう場合、まあ、そうですね、どういうふうにやればいいかということは、もう一つは、まあ、通訳をするということですね。私が日本人の隣によく座ってですね、こんな話をしてましたよということをこそこそっと伝えるということをやったりするんですよね。で、まあ、そういうアプローチの仕方もあります。まあ、難しいですね。顔を潰さずにどうやったら助けてあげれるだろうかということですよね。まあ、人にもよりますね。個人にもよります。ですので、まあ、そういうのは平気という人もいるでしょうし、そういう会議に出ると怖いと思う人もいるかもしれません。お話ありがとうございました。私もちょっといろいろ反省しているところなんですけれども、その科学者としても、会議を持ったり話し合いをすることがあるんですけれども、その会議で話をする場合に非常に国際的な場になることが多いんですが、私のその初めの頃を考えても、その英語が母国語かということだけではなくて、その男性の方がより競争力があって話をする、その結果女性の研究者がまあ、お互いにこう力を合わせてみんなでグループとして声を上げなくてはいけない場面が出てくる。これはですから、まあ、研究というよりも男女の差の問題ですけれども、そういうこともあります。私が挙げた例はそのジェンダーの問題については挙げませんでしたけれども、もっと一般的な形にしましたが、例えば私は日本の大学で副理事長として働いてますけれども、やはり日本の大学にはこういう立場にいる女性というのは少ないわけです。ですから女性としてその会議の中で発言するときに、日本の場で発言するときと国際的な場で発言するときとちょっと変えています。で、男性が多い場合は
男性ばかりの場合はそこにうまく、適応するように話し方を変える。でその年齢層にもよってその変えるということをしています。ですから女性としてやはり、いる女性であるということでその状況がさらに複雑になるということは確かに言えると思います。ですからインクルーシブなコミュニケーションという場合にもその部分も考慮する必要があるかもしれません。ありがとうございます。私も実は最近の例があるんです。ここに来た時にの経験なんですけれども、オーストリアでは音楽の活動もしてたんですが、その音楽家のミュージシャンの中には手拍子をするんじゃなくて一緒にハミングをしてほしいっていう観客も結構いるんですね。でこのハミングをするというのがいいねっていうことで、ノックをするのはちょっと話をしたいという意思表示だったりで、とても正式なことだからきちんと話をしたいっていうジェスチャーでもあります。これが違うんですね。そうですね、ジェネレーションによっても違うと思います。ドイツでは昔は手拍子とか拍手もしてたんです。でもドイツで長いこと教えてなくて久しぶりにドイツに戻ったらノックをこうコンコンってやる生徒がいて何のことかと思ってびっくりしたんです。でもみんなやる声みんなこうしますよって言われて、いや昔はこんなことしてなかったよっていう感じで年代によっても変わってくると思います。面白い例としては、面白いと言っていいか分かりませんけれども、集合写真を撮りますよね。オリエンテーションなんかで学生の、例えば60人いる学生の写真を撮るとします。でカメラマンが写真を見て、で目をつぶってる人がいないように何枚か撮りましょうっていうふうに言いますね。言うとなんか学生の中にはそれは人種差別だっていう人がいたんですね。で人種差別どういう意味って聞くと、アジア人は目が細いから閉じてるように見られちゃうんだ、だからその目が閉じてるように映ってるって言われると人種差別というふうに取ると。で私は最初冗談かと思って、冗談で言ってるのっていうふうに言ったんですけれども、だって写真で目閉じて写っちゃう時あるでしょって言っても、本当にこの学生は人種差別だというふうに捉えて嫌だと傷ついたというふうに感じていたんです。ですからそのジェネレーション X とか Y とかありますけれども、その今のお話も非常に面白いと思います。ジェスチャーとかそういうものが、国によっても違うけれども年代によっても違うということですね。ですから余計コミュニケーションは難しくなると言えると思います。いい例をありがとうございました。はい、いろいろと出てきましたけれども、はい、ありがとうございました皆さん、はい、そうですね、こういうふうにしたい方もいらっしゃいますか、本当にありがとうございました。ありがとうございました皆さん、ご参加ありがとうございました。ナタリーさんありがとうございました。